お待たせいたしました。ただいまから、UHC、ユニバーサルヘル、ティカッド、オフィシャルサイドイベントシンポジウム、ユニバーサルヘルスカバレージ、ダイアログ&レッスンズフロムザフューチャーイン、ボースアフリカ&ジャパン、UHC、アフリカの未来、日本とアフリカの未来に対する対話と学びを始めさせていただきます。今日のあの発表は、そういう意味では日本人が発表しますが、このようにもうアフリカの人たちから私たちが学んだことを、いろんな意味でお話できたらというふうに思っています。で、本日のシンポジウムの流れですが、私とあのサラヤさんで、今回は、サラヤ、主催が、サラヤ株式会社と日本 WHO 協会で、あの開会の挨拶を私がさせていただいて、一番最後の閉会の挨拶をサラヤ雄介さんがしていただくというつもりでいます。で、ウガンダの病院手洗い、そしてタンザニアのヘルスボランティアは、安田、近畿大学の安田先生で、ケニア、カメルーンから広がる母子手帳は、創価大学の、小松紀子さんで、元海外青年協力隊なんです。シエラレオネの学校で取り組む栄養改善は、NPO 法人ハンズの、理事の、藤井千恵美さんに話していただく。こういう流れで、その後は皆さんから質疑応答を、いただいて、そして最後、7時30分には閉会という風形をしたいと思います。で、これがシンポジウムに東京、登場する今回のアフリカの国々です。ブルキナファソ、シエラレオネ、カメルーン、そしてウガンダ、ケニア、タンザニア、皆さんいろんなところで見にしたと思いますが、なかなか地図上で、知らないことが多いと思いますが、こういう形の国々に、お話を、伺うことになっています。あ、そうです。どうもありがとうございました。で、まず最初に、ユニバーサルヘルスカバレージの、いうことで、今回ユニバーサルヘルスカバレージについて、簡単に説明させていただきます。WHO はいろんな定義を、それぞれの時期によって少しずつ定義の内容が違うんですが、現在、最新版のという WHO の定義はこういう形になっています。ユニバーサルヘルスカバレージというのは、個人や、コミュニティが、受けるヘルスサービス、そしてそれを受けるときに、経済的な困難を、感じることなく、受けれるサービス、そして、エッセンシャルな、そしてクオリティ、質の高い、そして、UHC はヘルスプロモーションから予防も治療も、そしてリハビリテーションも、そして緩和ケアまで含んだのがユニバーサルヘルスカバレージの観点だ。実は WHO も昔は、緩和ケアの話はしてなかったんですが、ついこっそりと緩和ケアを増やしています。で、それが WHO のファクトシートという中に、これは日本 WHO 協会訳でホームページにも載せていただいてますが、世界人口の少なくとも半数は必須の保健医療サービスを受けることができていない。そしてまた、極度の貧困、1億人以上の人が、医療費を払わなきゃいけないために貧困になっている。で、8億人以上の人々が医療費のために、家計の少なくとも 10% を払っている。で、本当にそういう、医療費と、そして、保険と、その大変さの中でですね、すべての国民、国連加盟国は持続可能な開発目標 SDGs の一環として2030年までにユニバーサルヘルスカバレージ UHC の実現可能を努力目標とするというのが今現在の世界の立場です。で、ここでアフリカの主な保健医療指標ですが、5歳未満児死亡率、これは1990年から比べて随分死亡率減っています。減ってるけれども、2017年は76、世界が39ですから、アフリカはまだまだ高いです。新生児死亡率も高いです。そして合計特殊出生率、女性が、一生の間に何人子供を産むかというのは 4.8 人、世界平均の2倍です。そしてでも妊産婦死亡率はこれは2倍以上高い。本当に、大変な中で、そして HIV とともに生きる子供も多いし、そして貧困ラインの人も多い。本当に大変な状況の中で、いろんな、困難に、当たっているのがアフリカの現状です。
で、ここでからですね、一つの国をご紹介します。No one left behind。誰も取り残さないというのは、皆さんも SDGs の、理念としてご存知と思いますが、今日私が言いたいのは No Country Left Behind。 おそらく今日 TICAD の中でもソマリランドの話が話題になることはないと思います。アフリカ54カ国と言いますが、その中にソマリランドは入っていません。でもそこで見たら分かりますように、ソマリランド人口390人、かつてはエチオピア、でもソマリアと違ってもう独立国家として機能してるんですね。でも世界からはまだ承認されていない、こういう謎の独立国家ソマリランド、そこの人たちと、初めてこの、私が出会ったのは、そこのドクターと、女性医師と出会ったのは2019年6月、今年の6月、東京で開催された世界医師会が主催した、ヘルスプロフェッショナル、ミーティング、H20、 G20 に先立って行われたヘルスの会合、そこで、のメインテーマがロードトゥ UHC でした。そこにわざわざソマリランドから駆けつけたお医者さんがいました。あとは彼女からいただいたデータを少し、共有したいと思います。ソマリランドって国は390万ですが、高い乳幼児死亡率、1歳までに完全に予防接種した人はわずか 5% で、年間出生数は13万人、妊産婦死亡は1300人、計算するとですね、100回にのお産で妊婦が1人死亡するってものすごい高い死亡率です。で、18歳までに3割の女性が結婚して、家族計画普及率はわずか 3%、 女性性器施設は 98%。 本当に女性の健康が大きな問題で、こういう場所でですね、これはソマリランド の、 ユニバーサルヘルスカバレージなんですが、コミュニティヘルスワーカー、プライマリーヘルスケアユニットのコミュニティヘルスワーカーを中心にヘルスセンターに紹介され、そして国立病院に紹介されるシステムはできています。しかし人口390万人、お医者さんは700人、看護師さんわずか2000人、人材不足は大きいです。で、保険、ヘルスインシュランスの制度は確立されていません。それ以外に遊牧民が多いんで、遊牧民の人は雨季になったら別のとこに行ってしまう。そしたら、クリニック作ってもクリニックが追っかけるわけにはいかないんで、どうしたらいいか。で、そういう中で予算はわずか、政府予算のわずか 3% しか保険医療に、お金が来ていない。もう本当にその中でどうしようか、いろんな問題はあるんですが、これはその時に、今日情報をいただいたマリアムさんですが、から送っていただいた病院とヘルスセンターですが、サブサハラアフリカの、そういう、ソマリアらしい、病院と施設はあって、その中でこういうお医者さんたちが、なんとかしようとして頑張ってる。本当にユニバーサルヘルスカバレージ、ノーカントリーレフトビハインドで考えなきゃいけない、そういう情報を皆さんと、ここで共有したいなと思いました。で、これは私自身がそれ以外実際に行って、セナール州の村落助産師さんとも、からもいろんなことを教えてもらいました。あるいはケリ町の、健康祭りでは、こうして中学生が、自分たちで下痢になった時、今お腹抱えてるのは下痢になってお腹が痛いそうなんですが、そしてみんなで健康教育やってる、そういう人たちと一緒に私たちも何か、こういう情報交換する中で、学ぶことがいっぱいあるんじゃないかなと、そんなことを前置きにして、今日、4人の方の発表、そしてその後ディスカッションに入っていきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。